ガラリアのバイオリズムは調べ尽くした結果だからな。俺の3番目の女はな、幸運の女神ってあだ名がついてる。ボディーガードは影の存在、決して素顔を人目にさらしてはいけないのです。人は思い出を忘れることで生きていける。だが決して忘れてはならないこともある。ユイはそのかけがえのないものを教えてくれた。何？駅の構内に入ったのは酔っ払いとガキ一人だけだと？そんなはずはねえ。探せ。何の真似だ？兄貴。Oh no! どうやらビリリと来なきゃ電気の痛みはわからんようだな。男の子がこれくらいのことで泣くんじゃない。化石になろうとわしはわしじゃ、ちっとも変わりませんぞ。俺って女がかかるとなんでこんなに強えんだ。ああ、偶然ですよ。あんなに頭低くされたらぶつかりますよ。まだまだ。この俺を怒らせたんだ。簡単には死なせねえ。危険のエースを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。なに？見え見えの挑発に乗るんじゃねえ。立ち止まったら、それこそ奴の思うツボだ。まあ船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。それでもお前たちは一人前の季節使いになる気はあるのか。ピカチュウ、どこにいるんだピカチュウ。一体どこに隠れたのかな。そんじゃ行かせてもらいますぜ、兄貴。まさに疾風陣雷。よもやわずか10日ばかりのうちにかように惨憺たる終末が訪れようとは。避けたな。避けるってことは危ねえってことだ。違うか？やったやったよ、銀さん。俺、これで脱マダオスパイラル、これでマダオ卒業だ。地獄で飲もうぜ、アミーゴ。殺されていいか、お兄さん。てめえらとは気づいてきた屍の山が違うんじゃい。仲直りのために金儲けの話を持ってきた。これから1ヶ月俺はいない。お前が現場を仕切れ。邪魔ダメ、倒せって言われた。めんどくせえ。お前の今の基礎能力ではこれが限界だ。珍しいケースだよ。私がダメだと思ったものにこんなに推薦状が届くのは。発動条件を満たしちまったか。この数字は何だ。カウントダウン、爆弾。いや、数は減っても増えてもねえ。めんどくせえ。エルンスト、お前は自分が完璧でなければいけないと思っていないか。吐いてる吐いてる。今言ったセリフ全部俺が吐いた情報でしょうが。ああお姉さん、なんもなんも気にすることなんてなんもないです。大丈夫。それよりさあ、これからの話をしましょうか。桜木、桜木花道。ああ、てめえか、湘北の能天短気男っていうのは。サイクロン、ジョーカー。
死改正の方法を探し求めるカイジ。ある男に連れられ訪れた裏カジノでカイジが出会ったのは究極のモンスターマシン、人食い沼。世界の果てまで行ってきゅう。本日最初は宮川大輔の日本お祭り道中。スシロー、スシロー。春が来た、トロが来た、本マグロ。大トロ100円、お肉もトロトロ、ウニも100円、タラタラ